全キャラ1分解説超運編、超運は氷元素の体験キャラで、主な役割はサブアタッカー兼アタッカー。元素スキルでフィールドを生成して、フィールド内のキャラの通常攻撃を氷元素に変化させることができます。この能力には氷付与以外にも敵の氷耐性デバフ、通常攻撃速度アップ、元素スキルと元素爆発のクールタイム短縮といった優秀なサポート能力もついてます。特に神格と組み合わせた際に強さが光る能力ですね。そして元素爆発は近くの敵に氷元素の範囲効果力ダメージを与える能力。必要元素エネルギーが40と軽い上に、ダメージ倍率も貫突テンプレベル10で 1000% を超える火力の高さを持っています。生物は強風4セットや絶縁4セット、強風剣闘士などの爆発の火力を上げられる方で使ってあげるのがおすすめ。武器は星5武器全般や地竜の剣、マグロ剣や悪王丸、祭礼の体験などがおすすめです。通常攻撃を氷元素化するサポートキャラとしても、元素爆発の瞬間火力サバアタッカーとしても優秀なキャラクターなので、神格を持っている人や高火力サバアタッカーが欲しい人はぜひ一度育成してみてください。それでは。